目の前におもちゃの体勢っていうのこっちの方がちょっと気になって、すごい、何なんだろうこれは。人とかにご活用くださいが町内会とか運動会とかだって、景品のおもちゃとかスーパーボールとか売ってるらしい。じゃあ早速お邪魔します。懐かしい。早速なんかもう子供が好きそうなおもちゃが早速、このなんか今流行ってる感じのっぽいやつ、子供でも回せるようだって。しかもさ、これ入るんだけど、ここに、うん、あ、それでなんか当たりじゃないけど手で回す。え、やば、80円。ちょっとでもレア感ない、うん、このなんか昔のなんか、もう、もう今や絶対にさトイザラスとかに売ってなさそうなさ、うん、おもちゃない、もう昔のおもちゃ屋みたいなね、うん、感じですよ、ね、レアじゃない。お、すごい、これトミカもいっぱいある。100円くじ、外れなし、いいじゃん。何が当たるかわかんない、ね、いいじゃん、これやろうや、私これやるわ、ってお願いします、はい、これでくじをハードにしよう、ハードにしよう、ハードにしよう、あー悩む、これにしよう。じゃあ行きます。何番ですか？1番です。ほんまに？おお、すごいが、すごい待って、これ私炭治郎になれちゃう感じじゃね。え、これ動くんですか？え、作ったら動くってこと？すごい、すごい、私こういうのめっちゃ好きなんよな。え、ガンダムのキティちゃんバージョンよ、めっちゃ可愛くない？名古屋城、江戸城とか姫路城とか全部ある。戦艦ヤマト、私もさ、あの大和ミュージアムに行った時にさ、まあ、もう作られてるやつやけど、ああいう船買って帰った、まあ、パズルだったりとか塗り絵だったりとかまた流行っとるじゃないですか、大人の塗り絵とか、うん、でめっちゃ難しい、あのいっぱいあるピースのパズルとかそういうの流行ってるから、またこういうのはすごい流行ってくる、やってたけど、やっぱりこう私たちがこう作ることってあんまなかったから、またこう若い子とかに流行るんじゃないかなと思う、すごく思う。え、だって私もなんかちょっと作ってみたいもん。これ見て、めっちゃ懐かしい、このビーズ、アイロンビーズ、めっちゃ作っとった昔これ、アイロンして作るやつ、くっつくやつ、あとはその作るやつじゃなくて、あのこういうなんていうの、あ、動くっぽい、ラジコンっぽいよこれね。走行時間150分とかね、書いたり下にね、そう、この下に動くわけですね。欲しい、非放電、非放電ってわかる？これめっちゃ懐かしくね、これ、私めっちゃ持っとった昔、たしかも100円、これ欲しい。え、150円、めっちゃ安くない？見て、こういうスクーセットもある。え、ちょっと待って、これとかめっちゃ欲しいやつやん、めっちゃ懐かしいがん、カラとかすげえ、これレアじゃね？スンヨン、あ、ハラだけない、ジオンとニコルと、やばい、これパズル？もう使って遊びたいな、ゲームとかじゃなくて、テレビゲームとかじゃなくてさそうだね、なんかこれにはこれの良さがあるじゃん、昔はこういうのがやっぱ流行っとったし、これで遊びたいよ、いいね、マジョマジョドルミドマジョ、やばい、これ流行ったくない？入った、これ100円なの？100円、え、めっちゃ通うんだけど自分これ共有めっちゃ怖くない？100円これ好き、これめっちゃ流行ったくない昔、これも好きだし、このヒメヒメも美味しいよな、これもさめっちゃ好きだった、シュワシュワするやつめっちゃ買うはい、あの予想以上についたくさん買ってしまいましたが
こちら、あの創業43年目ということでですね、結構たくさんの本当に、まあ、あの、まあ、テレビ関係の人も来られてるみたいだし、まあ、その他にもね、あの地域 の、 あの子ども会とか町内会とか、まあ、夏祭りとかでこう重宝されるお店だそうです。たまたま見つけたんですけど、すごくいいお店でした。ありがとうございます。まあ、こういう店はね、ずっと長く続いてほしいなと思ってますので、皆さんまた遊びに来てください。はい、はい。